パープル遊びです。 We are four four。 はい、ということで本日は皆様に、ね、大事なご報告があります。この度、パープルあさみがチャンネル登録者数1000人突破しました。はい、もうね、本当にありがとうございます。あの、本当にもういつも見てくれてる皆様、そしていつも応援してくださってる皆様、そしていつも頑張ってるパープルあさみのおかげだと思います。ちょうどね、 YouTube 始めて1年ぐらい経ちました。登録者数400人突破した時に、どうせるんだったら1000人目指そうと思って、かれこれ半年ぐらいかかって、まあ、600人集めて、まあ、1000人という、はい、ちょうど本当に一昨日ぐらい1000人行って、うおーみたいな、いきなり1000人いったみたいな、うおーみたいな、もうあのパープルの人でもびっくりしちゃって、ほらこんな感じ、聞いた見ながらパープルの人手がこうなっちゃってびっくりしました。最近その TikTok の方とかでも結構投稿してて、動画結構回ってるんで、そっからま登録してくれてる方もまいると思うんですけれども、 TikTok から登録してくれた方本当にありがとうございます。そして友達に紹介されて登録してくれた方本当にありがとうございます。そしてパープルあさみを普通に見て登録してくれた方ありがとうございます。そしてパープルあさみのこの名刺から登録してくれた方本当にありがとうございます。でこれ名刺配りはね、もうね、登録者数ね、多分200人ぐらいからずっとやってることなんですよ。この名刺欲しい方いたらもう全然あげます。1枚30円結構高いですよ。結構高いですけど欲しいって言うならあげます。とか、待って、これやばくない？なにこれ、ちょっと今日さ、あのさ、久しぶりにちゃんとした動画だから、髪の毛もちゃんと巻いて、なんか化粧とかもちゃんとしちゃって、髪の毛もちょっといい感じでやったんですけど、ちょっとなんかキモい。登録者数1000人いった記念として、今回質問コーナーをまたやりたいなって思います。はい、登録者数400人の時以来やってないんですよ。今回超久しぶりに登録者数1000人を記念して質問コーナーやっちゃいます。いや、まずその前にこれやっていいですか。結構前に買ったこのクラッカーがあったんで、やらせていただいていいですか。パープルあさみ登録者数1000人おめでとう。今だけのさ、クラッカーってさ、音だけでさ全然出ないんだよね。つまんな。なんかハートのクラッカーって埋まったんでやります。パープルあさみ、これからも頑張るぞ。そしてみんな、これからも応援よろしく。あお、結構ね、これね、音するんすよ。そしてあともう一つお伝えしたいことがあるんですけれども、パープルあさみ1000人いったから広告貼れるじゃんとか収益化できるじゃんと思ってる方いると思うんですけど、できません。あのね、私の動画って広告今ついてるんですけれども、これはね、勝手に Google さんの方がつけてるだけであって、私には一切お金入ってません。まあ、YouTube の規定が変わって、1000人行ってなくても Google 側は勝手に広告をつけるっていうシステムができたんですよ。で、じゃあ今回私1000人行きました。でも収益化できない理由としては、1年間の総再時間が4000時間必要なんですよね。で、今私が2700時間なんですよ。あと2000時間ですよ、時間。これはどうやって計算するのかっていうと、みんなはどれだけの私の動画見てくれてるのかとか、飛ばさずに見てくれてるのかとか、早送りせずに見てくれてるとか、いろいろそういう時間がね、全部重なった時間なんですけれども、まあ私から一個願いがありまして、まず一個、私の動画をいっぱい見てほしいです。プラス、なるべく早送りとかしないで見てくれたら嬉しいです。すいません、本当に。まあもちろんね、登録者数1000人超えたということで、あのもう、タイムの縛りはもうちょっとやめていきます。どうしても自分のポリシーで、痛かったよ。1000人行くまでは食べ物1本に行きたいっていう自分のポリシーがあったんでやってきたんですけれども、1000人超えたということで、メイク動画、モーニングルーティン、ナイトルーティンとかなんか、いろいろ、プライベートが見えるような動画も出していきます。でもね、基本的に食べ物の動画がもう軸なので、たまーにやるっていう感じになりますね。だからたまーにやる、パープルのプライベート動画をもうガンガン見てください。質問コーナーなんですけれども、あの、今回もね、インスタグラムのストーリー、そしてツイッターに募集します。プラス、この動画を見てくれてる、このコメント欄、お願いします。
いえ。普通にコメントに、パープルさんいつも何してますかとか、そういう質問でもいいです。あの、まあ、答えられる、られる範囲で答えます。もちろんね、中学生とか小学生とかは私の動画見てます。だから過激な、エッチな質問もね、答えられる範囲は答えます。答えられない範囲は答えられない。でさ、見てるんだもん。小中学生の、あの、ガキが、ガキじゃない。人が。まずこの動画で言いたいことは、質問コーナーやります。インスタグラム、ツイッター、コメント欄で募集します。お願いします。あとこちら、最後に、最大な目標があります。バーブラサミー、ね、年内まで1000人って言ってきて、ついに突破したんですけれども、パープラサミ、来年の12月末までに、登録者数1万人。いや、11万人じゃないよ。1万人目指します。まあ、あと残り9000人ですね。YouTube でバズんないと多分きついと思うんですけれども、地道に頑張っていきます。地を這い上がる感じで。登録者数1万人、次は頑張って目指していきたいなって、みんなもせーの、思います。引き続き友達、知り合い、職場の先輩とかにね、パープラサミのことを宣伝してくれたら嬉しいです。はい、ということで、動画は最後まで見てくださりありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録、そして、グッドボタンお願いします。コメント欄の方に質問、バシバシ、どしどし、ボンボンボンでお待ちしております。ってなことで、チェラッチェラッパプラ、あんさー。みんないつも本当にありがとう。